もう目つきが違いますからね。違いますよ、これは。はい、対するは今年5月大阪で開催されたゲームセンターグランプリ2019にて、うん、倉持さんを撃破して優勝した、はい、それを見て歌広場さんがツイッターでぜひ対戦したいと熱望されていたこの戦いが今日実現します。はい、それでは登場していただきましょう。ゲームセンターグランプリ2019優勝者、新庄くんです。新庄くん、おお、ちょっとこれはリュウだけどこんな感じやろ。なんだすげえ、これ本気ですよこれ、うん、あれ、うん、新庄くん人気すごいですよ。気合い十分です。新庄くんすごい。はぁ、うん、これはちょっと本当にいい戦いになりそうですけど、うんうん、歌広場さん、はい、念願の新庄くん目の前にしてどうですか。いや僕もね、一回引っ込んだ時に道着着替えるべきでしたね、これは。そしたらもっと良かったな、しまった。気持ち入りますからね。先輩からちょっと笑いを教わりましたね今。, 笑いを教わった。さあ対します新庄くん、いかがでしょう。お通訳、通訳の方がね、通訳の、はい、なんか歌広場さんが、ええ、テレビで見るよりかっこいいと。おいや、みんなそう思ってた今。ショックなんだけど。すごい、通訳の方、うん、もうちょっと声張ってもらっていいですか。そこはいいんです。通訳の方の熱量、どうでもいい。通訳の人イケメンだな。体調悪いわけじゃない。体調悪い。絶好調ですね。なんで通訳の人の心配が入るの。これでも倉持さん、はい、新庄さんと戦ったと。そうなんですよ、先日大阪で開催された大会の決勝戦で新庄君と当たったんですけど、はい、もうゆるキャラなのにプレイが全然ゆるくないんですよ。びっくり飛びに毎回昇竜拳を当てられて、ちゃんとやってんだ。もうめちゃくちゃ強いんですけど、でも歌広場さんは本当に忙しい合間を縫ってプロゲーマーの方々と流対策をめちゃくちゃされて、うん、はいですね、今回プロゲーマーの方々も応援にねいらしてますもんね。なんか来てくれてて、しかも僕今回、うん、まあ、親族に戦うにあたって、はい、あのキャラクターのゲームの攻略や対策だけじゃなくて、うん、新庄くん対策というのも今日やってきたんですよ。だからそれだけちょっと披露できればなと思っております。はい、これはこれはすごい楽しみですね。一体どんなバトルが見れるのかということで、うんうん、お二人とも準備の方よろしくお願いいたします。お願いします。頑張ってください。頑張って。これでもどうなんだろうね。新庄くん頑張れ。準備できたようですので、ブドウ糖の摂取してます。そう、ラムネ食べて。広場はブドウ糖摂取。さあ両者 OK であれば好きなタイミングでレディーを押してください。さあ始まる e スポーツスターリーグスターバトルチャンピオンシップ3最終戦、ゴールデンボンバー歌広場純剣隊ゆきら新庄君に行ってみましょう。 R さんの稲垣があったね。開幕からすごいステージになりましたが、ね、ついに始まったこの2人の戦線、果たしておっと、何おっとタイムです。タイムです。はい、タイムです。どうしたの、何、はい、これどうしたの、やっと新庄君が喋れないみたいだから私が説明しますね。はい、今僕たちはスタートしてこれから戦いが始まるぞと、はい、ステージが表示されましたね。はい、そのステージがですね、はい、飛行機の上というステージなんですけど、あのあまりにもぐるぐる画面が動くので、はい、プレーに支障が出るので公式大会で禁止されてるステージ。これはランダムでそこに行った。いやいや、ランダムでそこに行っちゃって、これは新庄君ワンチャンうってなっちゃう可能性あるなと思ったんで、ね、ただでさえちょっと熱いと思うんで、もう一回やりましょう。そうなんだ。あくまで仕切り直しということはまた R さんのあの叫びが聞けるんです。叫びます。ゴールドバー歌広場純剣隊コーチの今年から新庄君龍行ってみましょう。いけ歌広場。さあ気を取り直してスザク城。さあ両者ここまでかなりやり込んできた。さあこのワンコンボは歌広場。さあこれは画面端を通るとかなり有利になるこのゲーム。
さあどうするか。第1ラウンドは様子見かと思われたが、お互いガシガシいっている。かなり殴り合いになってますね。でもせーさあ宇宙イエクサスポジを当たって、さあここで波動打ち始めたのは新庄君の龍だが、歌広場の足が止まらないか。さあまた前に出る。さあいきなり積極的に攻めていく。上が通っている。波動拳にタイミングドンピシャ。歌広場がやり込んでいる。さあこの昇竜拳、さあしかし昇竜拳で切り返す。なるほど。この龍対剣の組み合わせなんですが、今ヒロバさんは剣というキャラクター、中間距離が非常に苦手なんですが、その逆手にとって一気に前を詰めるスタイルで中間距離を潰す、はい、さあここも大足払い段させてからのまたもや密着。さあここを決めているのは歌ヒロバ。さあこの高知の期待の星、超新星ルーキー新庄君を圧倒するか歌ヒロバ。さあ上はアッパーダイク。さあここはどうするか新庄君、波動拳を打って試合を作っていきたいところだが、かかと押し一つ。さあもう一丁上から来るか昇竜拳。この辺りは動画でも対策をしていた。さあ一つ V スキルを使うと波動拳も取れる。おもろ。さあここは近距離戦になる。さあ走っていて、さああのように剣はダッシュをしていくことができる。近い距離危なかった。めちゃくちゃ前に進めますね。やはりそうですね、プレッシャーが半端じゃない歌広場。ここもコンボになる。拾っている。しかし切り返すは新庄君。まだいけるまだいける。さあ波動拳打って両者の、さあトリガーが溜まっている。トリガーを使ったのは歌広場。抜けている。さあここは画面端、危なかったが投げは抜けている。もう一丁。さあしかし足返し一戦、チェックも怠らず、ダッシュチェックも怠らず、強い。お見事。強い。いや大丈夫だ。これ一発。来たぞ。歌広場純一試合取ってトランスフォームしましたね。パフォーマンスまで完璧ですね。なんと人間は服を脱ぐと涼しい。発見、大発見。軽量化。これが対策なんですかね。そうですね。前に言っていた。すげえ。軽量化であり清涼化。いやただ七井さん、はい、今の1試合見ていかがでしたか。そうですね、新庄君側がまだこの場の空気に適応できてないような、はいはい、本来の実力が出てないような印象を受けましたよね。そうですね。さあ会場のヒートアップが非常に高まっている。1試合終わってこれが2試合目、今の1試合受けて、はい、自分の動き悪いことを伝えていたと思うんで、そこで直していきたいですね。そうですね、修正できるか。しかしこれはうまいやる気ですね。ここが当たらなかったのは宇田広場。さあ志は高かった新庄君はこのスキリー。さあしかしこのイエスタンマキが奇襲として機能している。さあ息つく間も与えず宇田広場はプレッシャーをかけ続ける。さあ足を出せば届く前、それは新庄君も一緒。さあここはうまくバックステップして投げを誘っていた。波動拳が当たる。危険な距離、宇田広場が行く。しかし向かい新庄側の清流のごとし一勝流拳。ちょっとまさかの脱いで弱くなるパターンやめてくださいね。さあまさかの脱衣、脱いだ場合大体弱くなる。体冷えちゃった冷えちゃった。さあここは台足が一つ入って、さあ新庄君の竜ここまで見ていかがでしたか。そうですね、今のラウンドでかなり、なんでしょうね、調子が戻ってきたような、さあしかし宇田広場が息をつかせずガンガン行く。ガードもしっかり、キープ波動拳。さあ近距離は投げと打撃とガードがある3組。さあその中で高速の駆け引きをしていく両者だが、体力リードは新庄君。新庄君様子見多めにしてますね。様子見かなり多いですね。クラシカウンター、ここは新庄君のチャンスになる。これはこれは綺麗にコンボが入って、さあ打ってきた。フォローはさせない。ボディーパス、これで1-1。やったー。1-1。これはいい勝負。すげえ。弱くなったんですか。いやだから脱いで本当に弱くなっちゃった。脱いで弱くなっちゃった。冷えちゃった。まだ慌てる時間じゃない。大丈夫。大事なの声援があるから勝てるから。慌てる時間じゃない。挑戦中だ。そうです。声援を浴びせてください、この両者に。ちょっとうちの画面が、画面が切れました。画面が消えた。はい、ストップ入ります。モニターが消えちゃった。やり直しです。こういうですね、いわゆる聖戦と言われる特別な勝負ではですね、はい、いろんなことが起きます。そうですね。本来起こり得ないトラブル等々もですね、こういう大一番では起こり得るんですよね。起こり得る。はい。これ
わざとやってるわけじゃないですからね。そうなんです。違いますからね。最悪もあの大きいモニター見ながらやりましょう。あの大きいモニターちょっと動きが遅れてるんで俺めっちゃ不利です。素直に。あれこれはモニター、あれ、いやもう2人これ相撲取り、相撲、いや急にね、急だね、相撲取り。それか超だ、それか歌広場くんもこっち来てここで2人でやるかって。ああそれじゃない、それ ありかな。確かに。さあ最悪ね。いや何か抜けてます、ね、すごいですよこれは。勝って脱いで負けて脱ぎっぱなしっていうね。放置されてますからね。あ、復活、復活しました。復活した。すいません、もう一度。よかった。けど1-1だもんね今ね。大丈夫そうですかね。はい、準備をしていただいてる間にですね、まあ、両者の狙い、ここが見えたあたりをですね、はい、七井さんちょっと教えていただきます。すいません、新庄君キャラクターセレクトに戻ってもらってもう一回やり直しということで、はい、ここまでですと、はい、歌広場さんがかなり前に前に詰めて、はい、もうごちゃごちゃにして倒し切ってしまおうっていう戦略を取っていたと思うんですが、はい、まあ、新庄君が最初の1セット目はそれに面を食らってかなり悪い動きになってしまっていました、はい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 、しかし、まあ、今のラウンドでかなり落ち着きを取り戻して本来の、まあ、竜らしい動きができていたんじゃないかなと思います ね。 そうですね、相手の技を受けてさらにまあ自分のペースにして、はい、そうですね、相手の隙を打つといったような、はい、かわいいな新庄君。新庄君かっこいいよ。新庄君水分補給大丈夫かな。大丈夫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 、ね。さあこれが両者の3試合目となります。星は1-1、はい、さあ挨拶は終わったかというところ、歌広場純が剣、ね、左側のキャラ、そして新庄君が竜、右手のキャラ。3本選手の面白いところですよね、はい、試合中に相手の動きを見てどのように動きを変えてくるか。そうですね。さあファーストヒットは新庄君だ。なんか新庄君の調子が上がってきてる、上がってきてる。そうですね、かなりこのようにゆっくりしたペースで波動拳を打って飛ばせて落とす。さあ動画でも見せていた経済策が炸裂する。新庄君がだから1回目の戦いでちょっともしかしたら分かったやばい、削られてる、あれでね、うん、かなり新庄君ですね。そうですね、投げも入って、さあ歌広場純が若干ブレーキがかかってしまったか、今までの勢いがなくなった。さあその勢いを止めているのはこの新庄君の竜のプレー、どっしりとしたプレーだが鳥が引いて、さあフックから、さあキッチンとコンボをつないで大ダメージは歌広場、しかしまたほぼ上流系ジョーク。さあ綺麗に切り返していったのは新庄君。いや今の攻め込みたい場面だったんで素晴らしい無敵技でしたね、はい、まあ、体力の差もあってそのあたりも見えている。林原愛、危険な距離だがワイステップ。さあ再三見せるあの 空中からの急降下、はい、いつ空中竜巻に対応してきましたか。そうですね、かなり相手の対空を突き進む狙いでいってるはずなんですが、新庄君うまく前に歩いてます ね。さあここはまたまで体力リードは新庄君の竜、さあ共に入って、さあペースがいいぞ。さあ歌広場は行くしかないという体力リードされている状況。さあしかし跳ね返す、この辺りも動画でやっていたぞ。しかし大きなコンボが入って体力はだいぶ追いついた。この画面端を大事にしたいのが歌広場、出してみたいですね。ここから波動拳打って新眼で取る、上アッパーから後ろ回っていたがナイスガードは新庄君の竜、ダイブキッチリ。さあそして中足波動拳が入って偶然の灯火は歌広場。さあラウンドは取られている状況、新庄君はどっしり構えるが上からいった、ヤキッチリここを決めて昇竜拳、そして上ここがっちりガード、この距離どうする、新庄君が前に歩くか、釣り回りで鳥が発動できない状況ですね。そうですね、新庄君にゲージが待つ、クリティカルアーツ真空波動拳が使える状況、削りがある。さあどっしり行く歌広場、どこから張り合うのか、真空波動拳これはすごい、よく見てましたね今の、完璧に狙っていた一撃、これで1でしょ。さあこれで2-1、リーチはチーム安田大サーカス新庄君、強い、めっちゃ強いですね、すごい、最後かっこいいな、すごい。次新庄君が取ると勝負が決まるということです。そうですね、どうしました、おっと、おっと、いいのか、大丈夫ですか、最軽量化ですね、今日何があってもいいように水着を用意してみました。歌広場さん、これがあのあれですよね、
だんだん脱いでます。はい、Rさんがおっしゃってたトラブルの一つですよね。そうですね、だんだん脱いでますって何なの。予期せぬトラブルがまた一つ起きました。だんだん脱いでますんでね、人為的なトラブルですけど、あともう脱ぐもんないですからね。いや、これでもう脱ぐってなったらもうアウトでしょ。大丈夫ですか、本当に。いや、本当ですよ。みんな見てますからね。さあ、追い詰められた歌広場10、追い詰めたりは高知の新庄くん。これが都合4試合目。急にさあどうなる、ね、歌広場に声援を。さあ、ここ変えとこう、バックボンボ、みんなの声援を受けて強くなるか歌広場。さあ、それリーダー無防備な新庄くんを相手に上から行く。コンボがまだ伸びている、原子も溜まっている。歌広場どうした上は、あー、ここは新庄くんチャンスになる。さあ、ここからスタンすれば危ないぞ。さあ、しかしどうしてか、これは力んだか、ナイスガード間に合っている。聖剣一発からの新庄くんが力になる。不意利は対策。さあ、どうする、新庄くんのチャンス。歌広場、ダブル切って入れ替わる。さあ、これ体力がもう追いついている。発動、どうする、最後の一撃は。いや、かかとむしゃくだ。手だけ一戦、歌広場は終わらない。嬉しい、すげえ。さあ、奈良井さん、激しい逆転起きそうでしたが、そうですね、今の V リバさん、切り返し技を当て身技で取った瞬間、かなり危ない状況でしたが、うまく切り返して画面中央に戻れたのが今のラウンドの勝因でしたね。そうですね、新庄君、あの手でこんなに高度なプレーができるのか。上からいく。さあ、歌広場はまたもや一番初めのラウンドの勢いが戻ってきたか。さあ、どうする、プレッシャーをかけていく。さあ、しかし新庄君もここに来て前に出る。さあ、星は2対1、新庄君優勢。これを星がかかっている。ここ蹴る、歌広場。さあ、画面端、佐藤健、ダウンをさせれば距離が稼げる。その中で危険な距離まで歩んでいくのは、うおー、ヒット確認なし。これは入って、さあ、どうだ、いい位置で処理剣、そして上から行く、ダメ押し、投げは抜けている。さあ、新庄君の集中力、これは佐藤さんさせない。これで2対2。すごい、狂乱の歌広場。これはすごい、お疲れした。すごい、すごい、すごいね。こういう時大体バク転なんですけど、前方展開です。その辺はのね、ジョイさん、その辺はいい、うん、危ないから、怪我しちゃう、危ないから。そうですけど、そうです。今六本木で誰よりも薄着ですからね。確かに。さあ、そしてこれが泣いても笑っても最終戦。あ、新庄君調子勝った方がチームに勝利をもたらす。さあ、この日本カワウソとは思えないスーパープレー連続。新庄君の竜、対するはビジュアル系アーティストとは思えない新曲。うわー、マジだぞ。どっちも強い。歌広場の気持ちがここにして強く出ている。掴み投げ。さあ、ここ一発、着地は新庄君が取る。さあ、ダメージ、これを取って着地攻め。だが歌広場負けていない。さあ、両者トリガー状態、危険な状態だ。どうする、新庄を取るか、一発避難。いけるな、新庄です。上から行くか、マーリー一つ。力を振り絞るところ、会場からの声が2人に届けば強くなる。さあ、いけるか、歌広場。確認しますね、勝利権。さあ、このコーチを背負ったカワウソを倒せるのか、歌広場。新庄君がやはり堅実に勝利を受け。さあ、七井さん、今の勝利はやりに来てますね。こぼってますね、これは。さあ、見事。さあ、歌広場を粉砕するのか、新庄くん、まだまだ、高知県がその量の肩に乗っている。負けられない戦い、両者。新庄くん、いけるよ、いけるよ。さあ、どうする、様子見は増えるか、巴投げは新庄くん、しかし打ち抜いた。アリアナどうして、上、まだまだ、まだ。さあ、ここ暴れているのは歌広場、体力差はない。いや、新庄くん、現役勝利へ対決からのゲージがない。さあ、逆転はどっちだ。危ない状況ではある。
お互い助けないです。波動が見える。おー、あそこの前に見て、ズンゼンザ最後の一戦中足一戦ラウンドかですよね。さあラウンドです。またラウンドです。ラウンドかですよ。危ないです。最終ラウンド、まさかまさかフルラウンド、フルセット。さあこの聖戦、どちらが勝つのか、どちらが強いのか。さあ竜巻真空アロー、さあ先制したのは新庄君。至高の龍拳対決、果たしてどんな幕切れが待っているか。上ガードする、上はチャンスになる。どうする、広場ミスになった、見逃さない。どこがゴールだ、上は上げてる。広場にはトリガーがあるか、押し返している、押し返している。あった、強いです。高知県の維新、日本側嘘として、新庄君として、勝者はチームジョイ、チーム安田大サーカス、新庄君。すごいね。新庄くんかっこいい。新庄くん強いよ。すごいな、盛り上がったな。すごい。興奮したでしたよ。いや新庄くん、ちょっとお話伺いたいんですけど、いかがでしたか、歌広場さんは。いやもう普通に強かったのと、あとなんか時間長かったから体力的に大変だったと思うんですよ。でもやっぱ新庄くんすごいと思うんで。ナイスファイトの新庄に拍手。これはすごいですよ。負けました。一方おめでとうございます。新庄くん、いかがでしたか。やっぱり歌広場さんがすごく強かったと言ってます、ね、あ、やっぱりそうですか。いやすごいですね。まだあのトーンは上がらないですね。上がらない多くは語らない、上がらない。いやすごい。団長いかがでした、ご覧になってて。いやー、ほんと通訳の人声張ってほしいですね。取れてしまう感想は。でも良かったんだ、普通にもう興奮したね。ねすごい戦いです。楽しかったわ。いい勝負ありがとうございました。すごい勝負だった、本当に。すごいかっこよかった。負けちゃった、ごめんね。ねということで、皆さんお二人にもう一度大きな拍手を。すごいね、本当に大熱戦。これすごかった。